はい、どうもこんばんは、牛院徳川です。今回はですね、この前購入した業務用のたこ焼き鍋を使って、たこ焼きのね、たこ焼きを焼く修行をしている様子を、ビデオに撮りましたので、それを YouTube に投稿しようとしておりますね。まあ、なかなか難しくてですね、これを使って、まあ、そのうちね、たこ焼きを焼く生放送をしたいと思ってるんですけども、まあ、ある程度ね、ちゃんちゃんとこう最後まで焼き上がって、で食べるところまでをね、まあスムーズに進行させようとするとですね、まあ、ある程度こうトレーニングを積んでおかないといけないのかなという感じでですね、まあ、日々こう練習をしているわけですよ。今回ね、その自分家の台所の、その、まあ、食器を乾かしておく棚にですね、GH4 をクリップでピッとつけてね、固定で撮ってるだけなんですけども、なんで今回これをアップしようと思ったのかというとですね、今回初めて自分でいけたっていう感覚がね、あったんですよ。で、またですね、今回はその市販のたこ焼き粉というものを使わずに、日清の小麦粉を200g かな、それから、卵1個で水 700cc に、下味としてめんつゆを使いました。めんつゆをね、100cc、 あの市販のたこ焼き粉の、袋に書いてあるその、まあ、分量っていうのはですね、粉 100g に対して卵1個、それから、水 300cc っていうことを書いてあるんですよ。で、その通りの分量で作ってみるとですね、なんかこうもったりとして、ボン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 して、なんかね、その自分が求めてるその大阪でよく食べていたたこ焼きのあの食感にならなかったんですよね、なかなか。うん、なんかやたらとこう膨らみがちというか、ボワンボワン。弾力がありすぎるというかね、まあ、それがちょっと下せんなということでですね、まあ、今回はその粉に対する水分の量っていうのをね、倍にしてみました。で、卵は半分にしてみました。わかるかな、わかるかな、言ってること。まあ計算してみてください。卵はね、1個入れないって感じですね。まあ要するに、なんか卵1個入れる場合は粉も水分も倍ってことですよね。うん、で、まあ、練習を積んでいるうちにですね、まあ、この、業務用コンロ、株式会社竹内というところで、1万円ほどでね、買った業務用の、たこ焼き鍋なんですけども、まあ、この鉄板とコンロの特性っていうか、まあ、まあ、癖というかね、そういうものをもうつかみかけてきましてですね、まあ、とにかくそのやっぱり鋳物であるにもかかわらず、火力がですね、その穴の位置によって全然違うんですね。うん、で、まあ、今回僕こうやって焼いてますけども、まあ、僕の方から見て、一番右上ですね、まあ、この画面で見ると一番左上のところなんですけども、あそこが一番初めに焼け始めるんですよ。で、その周りがずっとこう縁の方からずっと焼け始めて、中の、3つぐらいがですね、最後まで火が通らないっていう感じですね。うん、まあ、こんな説明してるけど誰が興味あんねんって感じですけどもね、まあ、聞いてくださいよ。で、なかなかね、このほらひっくり返していってるんですけど、これね、なかなかちょっとスピードが上がってきましたね。ひっくり返すスピードがテンポよくなってきてるでしょ。ほらここ気持ちいいよ、ここね。ほらね、まあ、ちょっと中身こう飛び出したりもしてますけども、ほら、縁の方はだんだんこう焼けるのが早いですね。縁は焼けるのが早い。これね、まあ、購入して開封した時はね、このコンロのステンレスの輝きにね、うっとりしたもんですよ。やった、めっちゃかっこいいっつってね、コーヒーの愛好家がですね、こうスチームパンクなデザインの、エスプレッソマシーンとかをこう磨いてね、ピカピカさせてこう喜んでるあの気持ちと
同じような気持ちをね、このたこ焼き鍋をこう開封した時に、心に抱いたものなんですけども、まあ、どうしてもこう油でガン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 こう油を吹きかけてね、小麦粉をバン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 垂らしてやってるとですね、もうすでにこのコンロのね、あの縁が汚い状態になってるでしょこれたまにはこう磨いてやりたいなっていう気持ちもするんですけどね、この何ですかね、縁のねドロドロ感ねこれはもう無残な感じですよね。うん、あの輝きのまんま動画にしたかったなっていう感じもしますけどね。うん、とにかくねこの真ん中のね、1、2、3、4つ真ん中の4つこれがね火の通りが悪いというのはね、あのコンロのねパイプが、まあ、下にこう U 字型に通ってるんですけども、まあ、そこにちょっと秘密があるのかなっていう感じですね。これはちょっとだからコンロとしてはどうなんやろね。やっぱりコンロの良し悪しっていうのもやっぱあるんでしょうね。まあでも道具のせいにしてるうちはですね、僕もまだまだですよ。この道具の特性を知って、ちゃんとこう掴んでね、それに自分を順応させていけば、まあ、いけんのかなっていう感じですよね。もうね今回、まあ、これ焼いてみて、あの市販のたこ焼き粉いらんやんって思いましたね。むずいむずいよ。めんつゆで全然、めんつゆで小麦粉プラスめんつゆで全然下味 OK です。まあ、そこからさらにこだわるんやったらめんつゆじゃなくてね、だしを何で取るかとか、僕が大好きな大阪阿倍野橋の山ちゃんはですね、まあ、その生地にやっぱりこうものすごく こだわりがあって、まあそのたこ焼きのその小麦粉も多分普通の小麦粉じゃないと思うし、だしもね野菜とかフルーツとかをふんだんに使った、まあ特製のね、秘伝の生地みたいですよ。だからそこら辺はもうね、あの中に多分バイトで山ちゃんにバイトで入ったとしても、そんなにすぐにはこう見れるものでもないと思うし、まあ自分でね、研究を重ねていくしかないのかなと思いますけれども、今回のこの焼きは本当にうまくいった。ちょっと今のこの画面に映ってる状態で大丈夫かみたいな感じですよね。あのボロボロのぐっちょぐちょの、あのグロテスクなものが映ってますけども、もうこれをまあこういじ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 コロ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 ぐちょ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 しているうちにですね、だんだんこう丸くなっていくわけですよ。ほら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 、はみ出てこう UFO みたいになってるところもあるんですけども、その底をまあ下の鉄板の方に向けて底にしてね、なんていうの、バリを底にして丸く固めていくというような感じですね。もう触る、だからもう真ん中はね触らないことですよ。来た、触ったあかんねんって、触ったあかんねん。そうだから、あの家庭用のね、そのみんなが普通に、まあ、タコパしようぜっつった時に、まあ、普通のこう電磁調理器の、まあ、ホットプレートにこうたこ焼きの型がついたようなものを使って、そしてたこ焼き粉を使うじゃないですか。日清の、たこ焼き粉として売られてるようなものを使いがちですよね。でその時のそこの袋に書いてある分量でいくと絶対こう店の味にならないんですよ。もうそれは今回ですごく分かりましたね。焼きやすいようにそういう風にね、あの分量を設定されてるんだと思うんですけども、もっとね、袋に書いてある分量よりももっとシャバシャバですね。
ほんまに。だって今回ね、その袋に書いてある分量のね倍入れてますからね、水を、粉に対する水の量を倍ですよ。うん、これ15分喋り続けるのしんどいな。うん、オーディオコメンタリーみたいな感じにならへんかなと思ったけど、言うことなくなってきたな。まああのふよふよでしょ、ふよふよなんですよ、ほら。まあこれ真ん中やからね、あれやけど。で、そう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 、ここからですよ。縁の方が先に焼けるから、縁の方が先に焼けるから、縁の方が焼け始めて真ん中が、肩から離れ始めた時に、やっぱこうそれぞれのたこ焼きの位置を入れ替えてね、で火の回りを、火の通り方を均一にしてあげないといけないのかなということですね。うん、まあもうちょっとしたら、うん、やり始めましたね。うん、やり始めましたね。真ん中の真ん中はちょっともうむちゃくちゃやね、ぐっちょぐっちゃやね、これ。うん、とにかく縁で形が整ったところをのけて、真ん中の火が通ってないやつを移し替えて火を通し始めるという感じですね。うん、もうできとうやつは多分今の状態で食った方がもううまいんですよ。うん、だけどこれ例えば、まあこのたこ焼き鍋はね、ジャンボ18ケツというやつなんです。18個のたこ焼きが一気に焼き上がるっていうやつで、まあこの場合お客さんに、1人のお客さんが18個食べるってことはまあないのかなと。でこの場合は、6個やね。うん、1人前6個という感じで400円ぐらいで売ったらいいのかなっていう感じかな。だから6個焼けたらとりあえず OK かな。うん、6個を、船に乗せて、でビャーっとソース、マヨネーズ、青のり、かつお節と、かけて提供するっていう感じかな。うん、で、その空いたところに真ん中でちょっと生焼けのやつを、火を通していって、整えて次出すって感じかな。うん、そうやな、そんな感じやったら、まあ、商売もできるんかなっていう感じかな。うん、6個400円高いかな、6個400円高いよな。うん、あのアベノバシの山ちゃんはね、16個で880円、だから8個で400円って感じかな。うん、もう焼け始めてるよね。もうええよね、ほらもう大丈夫よこれ。だけどこのどんだけね、その食感というものを、組み立てられるかっていうのは、これまあ見てもうたら分かると思うんですけども、中がすごい空洞でね、膨らんでるんですよ。ポフポフなってるんです。で、まあ、今回トッピングはですね、醤油とマヨネーズだけです。うん、それで最強にうまかった。はい、また今度生放送します。ありがとうございました。どうですかね、ちょっと焼きすぎたかな。うん。